願いいたします。どうぞ。はい、朝日新聞の岩尾です。天皇陛下の公務負担軽減などを話し合う有識者会議が夕方以降に開催予定です。有識者会議で提言を取りまとめる予定になっておりますけれども、会議の中でですね、生前退位について何らかの法的な措置が必要だという話になった場合、例えばこの提言の中で特措法が望ましいですとか、皇室典範を改正すべきだとか、そういう具体的な法的な対応策まで提言の中で踏み込むことを想定されていらっしゃるんでしょうか。まず天皇の公務の負担軽減について予断を持つことなく議論をしていただきたいというふうに思っています。でこのため、提言の具体的なイメージを、これ今日始まるわけですけれども、始まる前から持っているわけではありません。いずれにしてもこの議論を一定、の方向性が示されれば、それを踏まえて政府としては対応していきたい、こういうことです。関連で朝日新聞の岩尾です。改めての質問かもしれませんけど、提言を受け取った後なんですけれども、政府としてはどういう体制 でどれぐらいの時間をかけて提言の内容を具体化していくというのは何かお考えがありますでしょうか。ですから今私申し上げましたけれども、まずはじめにスケジュール歩きということではなくてですね、さまざまな専門家皆さんの ご意見をしっかり伺いながら、まず静かに議論を進めていきたい、こういうふうに思います。ただ国家の基本にかかる重要な問題であるというふうに思ってますし、対応をいたずらに先延ばす、こういうことはすべきものじゃない、こういうふうに思います。関連で後に質問だけ、はい、朝日新聞の岩尾です。先日天皇陛下から皇太子様への皇位継承に伴う儀礼の大嘗祭について、平成30年11月に執り行う方向で政府が検討に入ったという報道がありました。政府としてこのような時期を想定していらっしゃるんでしょうか。全くそうしたことは承知をしておりませんし、本日から開催される負担軽減の中で予断を持つことなく、静かに議論を進めていきたい、という思っておりますので、なぜあんな記事が全くそうしたことを行って何を変わらず出るのかなというふうに思います。はい、読売新聞の海江です。有識者会議の関連になりますが、この提言に関してですが、予断を持つことなく議論をしてほしいということですが、最終的にまとめる際にはこの一つの対応策として一つの方向性を示すのが望ましいと考えているのか、あるいは議論次第ではこの複数のあり方、複数の方向性というのが列挙される可能性もあるんでしょうか。予断を持つことなく始めたいと思いますので、そこについては全く分かりません。はい、共同通信の小野塚です。今日首相が靖国神社に内閣総理大臣安倍晋三名で正垣を奉納されました。これはどういった立場での奉納であり、支出も公費私費どのようにされたのでしょうか。まず総理が正垣を奉納されたということは当然承知していますが、主人としての行動に関する行動だというふうに思っていますし、政府として見解を申し上げる事柄ではないというふうに思います。いずれにしろ総理が適切に判断されたというふうに思います。はい、関連でお伺いします。名前がその内閣総理大臣安倍晋三というふうに出されていて、内閣総理大臣と書かれているんですけれども、これでも公人ではないというふうに捉えていらっしゃるということでしょうか。それは肩書きを付すことについては、その地にある個人を表す場合は慣例としてしばしばこれ行われておりますので、そのように考えています。はい、関連でお伺いします。首相は13年12月から靖国参拝はされていないんですけれども、各閣僚の中では参拝に行かれていたり、今回もまた参拝に意欲を示されている方もいらっしゃいます。安倍内閣の靖国神社参拝に対する方針を改めてお聞かせいただけますでしょうか。主人としての行動ですから、内閣としてそれは方針があるというとはそういうことではありません。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。